にゃはせよ。あにゃはせよ。はい。花です。はい。花です。はい。ここはどこですか。タイムオーシャン。タイムエーオーシャン。はい、タイムオーシャン。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 はい。今日はタムエに来てます。はい。今日はタムエ。タムエ。私はこの中で大好きなお店はこっち。あ、そうなの。トッポギは一番美味しい。トッポギか。はい、辛いし。ああ、確かに、はい、辛いからね。一階は何？レストラン？上はちょっと何、シティモール？ああ、シティモールか。ここはちょっと音楽がうるさいな。うん、音楽の部分だけカットできればね。ミャンマーミュージックとか流してほしい。ああ、確かに。せめて。YKK。ね。相変わらず。お、いろんな店がある。これ BGM で安い。BGM。うん。ちょっと色、ちょっと悪いになってるからそこにモニターできる。すごい、ジュエリーのお店ね。ラッシーのナイトパーティー。ムゴー。あ、ムゴー。結果のムゴー。え、違う、分かんない。そうだよね、花はムグーっていう。あ、ムグーって。あ、僕はずっとムグー、ムグー。ここがオーシャンのスーパーセンターね。あの品揃えで言うとここが多分一番ある。うん、いろんな種類がいっぱい置いてあるから。オーシャンの中でもスーパーマーケットの中でもここですか。うん、ここです、ここです。多分ここが一番大きいんじゃないかな。確かに一番広いですね。そう。本当、なんてお店、シャリテ。パフューム。お店の名前は何？シャリテ。シャリテ。フランス語かな。サイナメアバレ。サイナメアチャリティ。チャリティ。ごめん、フランス語じゃなかった。あ、邪魔なアピオだったら。少しだけ。少しだけ。あ、すごい。すごい。え、ジュノガジャバンゴとアブラ。マトアブラ。マトアブラ。え、ジャバンサダサイマン。サダサイの会社。レストランで働いてたこと。ジャバンゴも2年。サイナメブルコ。サイナメは長崎。あ、長崎で。長崎で。ミスタージロータニです。あ、長崎でアクペイターの。アラちゃん。今は僕たちの前のペイターの。そうそうそう。ペイター。あれは私、超人で食べたら僕。僕に乗せばすぐらい食べてる。あ、本当はあるわ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 。あ、4000円だった。これトイレの中でも何お客様だけ。あ、お客さんのゲストルーム。ゲストルームの中で優先席だけもらえました。クリピド来る時いい匂い。人いっぱいいるからさ、いい匂い。そうだね、毎日来てるから。はい。そう、マイアディニアンサビュー割り合ってみようかな。7種類ね。
の匂い知りたいね。わざわざバンブーの匂い、うん、どんなだろうね。バンブーかな、まあ、知らない。ハッピーハッピーこういうのもあるから。シェンネシビス、オーマイゴー、オーマイゴー、あーいやいやナルト。ナルトで勉強したの。はい。ああ。おねねこもピアを何回見たらチャルビでぴょん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 。よりぐらいめちゃくちゃだ。まだだ。じゃあ一番大きいのはスタンチャットで。一番ね。ごめんなさい。一番ですか。ごめんなさい。してくれた。ちょっと。一番ちっちゃいのが5センチだ。そうそう。綺麗ね。ね、中にブッダの顔が。お土産かな。これ何？金魚。金魚の餌ですね。今ミャンマーで金魚ブームなんですよ。お金持ちの間で。わかるかもしれない。あ、本当だ。そう、ヤンゴンはバイク乗っちゃダメだからね。あー、いいね。しなしなだね。これ有名ですよ。有名有名。危ないことない。あ、ないの？ない。本当。これじゃああれだね、今度これ他の場所行くときヤンキンで食べよう。ヤンキンにあるところがすごい綺麗。ハナ、いつの間にマイクロファイナンス始めたの？いつの間に始めたの？言ってよ、お金借りるよ。すごいね、さすがだね。ね。教えてよ。お金借りたかったからさ。怖いから。か怖いから、ね。怖い。確かにね。こちらですね。あれ、閉まってる。あれ。さっき電話して、あれ。ここファミリー寿司だけどな。あ、もう一個向こうに移ったんだ。合わせた。そうそう、もともとここだったんですよ。ね、グリーンリーフホテルに移ったんだな。そう。ファミリー寿司。ファミリー寿司。ファジャーと。ファ
カジャケ。イエーイ。